皆さんこんにちは。コタンクロカムイのクロです。キムンカムイのムンだぜ。最近あったかくなってきたから、いろんなところに遊びに行きたいな。ムンは冬の寒い時期はおとなしいものね。室内にいても本能的に眠くなるんだよな。フラノはまだ時期が少し早い気もするし、トカチあたりはどうかしら。お、いいな。うまい飯も綺麗な景色も温泉もあるもんな。そして忘れちゃいけないのが、バンへ行ければね。確かに、豪快にソリを引くレースは迫力満点で見応えがあるよな。それじゃあ今回は、バンへ行ければについて話していくわね。よろしく頼むぜ。そもそも北海道には野生の馬は生息しておらず、アイヌ語でも和人の言葉から、ウンマと呼んでいたわ。確かに馬のカムイはいないもんな。青森が主な産地のラング馬が江戸時代の中期に松前藩の藩士や本州からの商人などに連れられやってきたという話があるわ。その馬たちを本州に帰る人々が野に放ち、野生化して繁殖したのが土産子になったという話よ。おいおい、今なら問題になる話なんじゃないか。現代でも北海道で野生化している馬はいるみたいだけどね。鹿と共存してたりしてな。というか、ドサンコとバンバって同じじゃないのか。一緒だと思っている人は結構多いかもしれないけれど、こんなに違うのよ。うわ、大きさが全然違うな。そうなの。ドサンコは体高125から135センチメートル、体重350から400キログラムと小柄で、ポニーに分類されるのよ。でも、サラブレッドと比べるとがっしりした感じだな。バンマは体高180センチ前後、体重800から1200キログラムもあるわ。ウワはドサンコの倍以上じゃないか。それじゃ、どうやってバンマが登場したかについて話そうかしら。気になるぜ。北海道開拓が進むにつれ、出てきた問題は力不足。手つかずの森林を開拓するには大きな木を切り倒し、岩を退け、道を耕すなど、力のいる作業がたくさんあったわ。人の力だけじゃとても大変だぜ。それでその問題を解決するために政府は海外からトロッター種、ゲルシュロン種などの輸入を推奨し、それらの種とドサンコを掛け合わせて生まれた大型馬をノビオトロッター、略してノートロと呼んだのよ。昔も今も略すんだな。明治43年、馬の改良と繁殖を目的とした十勝種馬牧場が今の音更町駒場に開設され、フランスから3頭のケルシュロン種がやってきたわ。そしてそのうちの1頭、イレネーはその後のバンバの歴史に大きく貢献するの。あ、バンエイ競馬場の入り口にある石像がその馬なのか。どんな貢献をしたんだ。イレネーは今のバンバに比べると小柄な約740キロだったんだけど、18年間で1074頭に種付けし、579頭の馬が生まれたのよ。すげえ頑張ったんだな。まあそうね。この頃から人を乗せる馬を乗り馬、人や物を引っ張ったりする馬を利き馬、バンマと呼ばれるようになっていったわ。これで力仕事がだいぶ楽になるな。そうね。そんな厳しい生活を営む人たちの娯楽とした、最初は2頭の馬をつないで綱引きのように引っ張る力比べをして楽しんでいたそうなの。バンマと綱引き、俺は勝てるだろうか。さすがのムンでもどうかしらね。それから2馬車の車輪を歯止めして動かないようにし、人を何人乗せて引いたかで競って、馬の値段を決めたりしたそうよ。体重が重い人がいたら大変そうだな。青森でも馬の口につけた紐を引っ張ったり覆ったりするでの競争があったらしいんだけど、今のバンエイ競馬のようにソリの上に重たいものを乗せて引くようなスタイルは北海道独自のもので、これは開拓の歴史の中で外国人指導者たちが馬を一人でも操れるようにと教えた技術なのよ。クラークさんとカケプロンさんみたいな人たちだよな。ちゃんと勉強してるじゃない、関心ね。えへ。そうしてお祭り番場として人々の生活の一部となっていったわ。戦後すぐの1946年、昭和21年には国の法律地方競馬法施行規則第9条で競馬の種類は駆け足、早足、障害、万位の4種類と決められ、国公認の競馬が決まったのよ。国から認められたって感じだな。戦時中は軍馬として使われたことから馬の数は激減、
食料不足で畑を急いで耕す必要もあり、万馬の生産が急がれたわ。戦争でいろんなものが不足するもんな。翌年の1947年、急ピッチで初の公式万栄競馬場が旭川と岩見沢にでき、北海道かける組合連合会主催で2日間開催されることに。ほんと急いだんだな。それだけみんな部落を望んでいたんでしょうね。でもいざ蓋を開けてみれば売り上げは今一つ。みんなお金がなかったんだろうな。青森でも同様に万栄競馬が始まったのだけど、3年で廃止になったわ。厳しい時代だな。目まぐるしい時代だったこともあって、翌年の1948年には改正競馬法が発足。地方競馬は都道府県主催という決まりとなり、普通の平地競馬を開催するだけで手一杯だった北海道は、万栄競馬の開催に二の足を踏んだわ。人もお金も必要だもんな。そのことに旭川と帯広の万馬組合は、赤字を出さない、赤字にならない予算でやればいい、実務も地元で引き受けるので開催してほしいと北海道にアピールしたわ。その声を受け、道営競馬現北海道競馬初の万栄競馬が旭川と帯広で2日間開催されることが決まったのよ。お、熱い思いが届いたんだな。ギリギリまで経費を削減した甲斐があり、結果は黒字。旭川は平地競馬の平均売上の約2倍を記録したの。大成功じゃないか。よかったわよね。その後の競馬法改正により、地方競馬を持つ市町村でも競馬が開催できるようになると、昭和28年には旭川、帯広、北見、岩見沢の4カ所で市営の万栄競馬が行われるようになったわ。そんなにたくさんの場所で開催されてたなんて知らなかったぜ。ここから本格的に万栄競馬の歴史が作られていくの。ヨーロッパ式の競馬をモデルにした平地競馬と違い、初期の万栄競馬は何もかもが手探り状態。決まっていたルールといえば、ソリの最後尾が入った時点でゴールくらいで、当時の農林省からは、そんなおかしなルールを条例に盛り込むわけにはいかないと言われてしまうほどだったの。地方によっても基準が違ってただろうし、一からいろんなことを決めなくちゃいけないのは大変だな。何もないところから決まりを作るのは大変よね。レースの出走前に騎手にルールを伝えるなんてこともあったそうなのよ。騎手の人も混乱しそうだぜ。騎手といっても今のような職業ではなく、農業や運送業、造材業などの本業で馬を扱う人が自分の馬を連れて騎手として出ていたから、レースが終われば本業に戻って仕事をしていたそうよ。馬も人も大変だ。岩見沢や北見では出場する馬がなかなか集まらず、関係者が畑で作業している馬と人をスカウトしてかき集めたなんて話もあるぐらい、本当に人手が足りなかったんだな。馬だから馬足じゃないかしら。1966年からは北海道は平地競馬、市が万栄競馬の運営の二分営方式になり、様々なルールが作られるようになったわ。どういう風に変わっていったんだ。それじゃあまずはコースから。4種ともに U 字型のオープンコースだったのだけど、カーブに差し掛かるときに危険とされて直線のセパレートコースに。旭川と北見では水や砂を持った障害物を設けたりと、どうしたら面白いレースができるか試行錯誤した結果、今のような障害が2カ所あるコースになったの。あの坂を登る前の息を整える瞬間は息を呑むぜ。緊張感があるわよね。ソリも初めは騎手の持ち寄りや地元の農家さんに借りてきたものを使っていたの。それって大きさも重さもバラバラなんじゃ。そうなのよ。それじゃあ公平ではないとなって、主催者が統一して作ることになり、木製のものが作られたんだけど、雨に濡れると重くなり、古くなると変形してしまい、1971年からは鉄製のソリになり改良が続けられてきたのよ。失敗したからこそ良いものが作られていくんだぜ。あら、いいこと言うじゃない。重量物の重りも穀類などを入れるかますと呼ばれていた藁製の袋に馬場の砂を詰めたものだったけど、それ絶対破けて中身が出ちゃうやつ。ムンの言う通り損傷しやすく、雨で重くなるという欠点は、取っ手がついているコンクリート製のものにしてみるも、経年欠損するのがネックとなり、すべて鋼鉄製へ進化していったわ。その他にも馬の操り方やユニフォーム、重量の重さ、スタートの仕方、
ゴールの判定、入場の仕方など、様々なルールが決められていったの。最初は何もかもが手探り状態で、トラブルも多かっただろうけど、いろんな人が一生懸命考えたり苦労したんだろうな。それがあるからこそ今レースを楽しめるわけだ。今日のムーンはなんだか一味違うわね。万英競馬が好きだからな。それじゃ、これからどんどん万英競馬が人気になっていく話をしていくわね。お、盛り上がってきた。昭和40年代後半から50年代前半、日本経済の好況を背景に競馬ブームも到来。一部の人が楽しむギャンブルから家族で楽しむ大衆ブラックで変わっていき、歌手の瀬里陽子さんやうちのチャンネルでも紹介したことがある、ムツゴロウさんこと畑正憲さんが馬主になったことがマスコミに取り上げられたりと、競馬の全国的知名度が上がっていったわ。あのヒグマと一緒に生活したこともある動物好きおじさん、もしよかったらそちらの動画も見てみてくださいね。さて、1973年には東京競馬場で2日間にわたり万英競馬アトラクションが開催され、普段見ている馬よりも大きい馬の姿にお客さんからは大盛況。ドラマ万英が芸術祭優秀賞を受賞するなど、万英競馬の知名度も上がっていったのよ。その効果もあり、売り上げは100億円を突破。100億円。1974年に帯広と北見の競馬場が新築オープン。翌年には旭川競馬場が移動新設。全国の地方競馬の中でもトップクラスの売上上昇率だったそうね。すごいな。それから次々と売上は上がり、上昇率は全国1位の 130%。 1976年には1日5億円、年間200億円。1977年には1レース1億円の目標を達成。うわわ、桁がすごくてめまいが、これがバブルってやつか。高度経済成長期は一気に経済が回った時期だからね。でもこの後オイルショックが起きるのよ。右肩上がりの万英競馬もここまでなのか。地方競馬が低迷する中、万英競馬は女性や子供も楽しめるファンサービスや施設の改善に努めた結果、売り上げは落ちなかったそうよ。不況知らずだったんだな。ここまで順調だったのに一体どうしたんだ。原因はいろいろあって、レジャーの多様化や岩見沢競馬場を襲った集中豪雨など。1981年には史上初めての売上低下。それでも場外馬券の発売や帯広と北見で白母競馬、今でいうイブニングレースを開催するなどして売上は向上したそうよ。不況に負けず頑張ったんだな。1986年8月24日は記念すべき出来事が2つ起こったわ。お、なんだなんだ。金太郎が岩見沢で初の賞金獲得額1億円。1等で1億円。後にミスター万英と呼ばれる金山明彦騎手が通算1500勝を達成。今なら万英の武豊かな。1989年の平成元年には、4氏が単独で行っていた経営を合理化、安定させるために、北海道市営競馬組合を設立して3年連続の発売額を更新。1991年には過去最高の売上322億円。入場者数年間84万人、1日平均6000人に上ったわ。なんだ、最初に危機とか言ってたけど全然順調じゃないか。そう、これからが万英競馬の冬の時代に入っていくのよ。え、そんな。バブル崩壊後の2006年1月、累積赤字が31億円となり。おいおいおい、いきなり赤字になりすぎだろ。15年でここまでなってしまったのよ。嘘だろ。旭川、帯広、北見、岩見沢、全ての競馬場が運営限界となり、10月には旭川と北見が年内の撤退を発表したわ。11月には岩見沢も撤退表明し、残された帯広の運営は単独での開催は困難としながらも、このままでは馬約700頭、調教、騎手、厩務員約250人や、その家族が路頭に迷ってしまう。馬も人間も生活があるもんな。決断を迫られる中、万英競馬馬主協会と、北海道万英競馬長期会は帯広市に請願書を出し、寄付を申し込み万英競馬の継続を望んだわ。
万威競馬のファンの人々や市民の有志も廃止反対の署名活動などをし、それを受けて当時の砂川帯広市長は、どうするんだ市長。帯広市単独での存続を表明したわ。うわあ、よかった。万威競馬がなくならずに済んだ。この決断があったから今でも万威競馬が楽しめているものね。実は支援を申し出た会社があったのも大きいと思うわ。お、どんな会社なんだ？有名な IT 業界の大手企業、ソフトバンクよ。あのアイヌ犬のお父さんのソフトバンク？そうよ。子会社のソフトバンクプレイヤーズが設立する。新会社、オッズパーク、バンイ、マネジメント株式会社に、競馬法で認められている範囲の業務を委託して、新体制で、バンイと勝ちがスタートしたの。十勝には馬産地の十勝地方をアピールするのと、10勝で縁起の良さを表したんですって。アイヌ語のトカプチは怖い言葉だけどな。コロポックルの会でやったわよね。競馬場の施設も市民ボランティア約100人に手伝ってもらい、外壁をモスグリーンに塗り、入り口には大型の看板やアーチが置かれ、インフォメーションやグッズの販売、紹介パネル、キッズルーム、トイレの全面改装、ゴミ箱の多数設置、ふれあい動物園など、女性や家族連れが来やすい競馬場になったのよ。施設もすごい充実してる。ライター競馬やイルミネーション、3階の特別席、プレミアムラウンジもオープンして初年度は約23万7千人が訪れ、入り口前の十勝の食や買い物ができる十勝村は観光の交流拠点になっていて、市内でも随一の観光スポットになっているわ。いろんな十勝を満喫できる場所だな。毎年恒例になった十勝バンバ祭りのワールド人間バンバチャンピオンシップには道外からも出場者や観客が来るくらいなのよ。俺も出場して優勝を目指そうかな。ムンが出たらバンクマになっちゃうじゃない。あ、ダメか。2011年に運営を道内企業に移し、翌年オープンから7年目にして黒字化を達成。ここまで大変だったと思うけどよかったぜ。みんなで力を合わせた結果ね。今も様々なイベントが企画されていて、何度行っても楽しい場所よね。でもやっぱり俺は万英競馬を見るのが好きだぜ。基本レースは土曜、日曜、月曜にやっているから、レースを見たい場合は万英十勝の公式ホームページを見てから行くのをおすすめするわ。わかったぜ。今度帯広に行ったらバンバを見てくるぜ。私も付き合うわよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうだぜ。高評価、チャンネル登録してくれると嬉しいぜ。では次回の動画まで。したっけだぜ。